東京丸い、株式会社東京丸い、東京丸い、東京丸い COLTD は日本の模型、玩具メーカーである。主にエアソフトガンを製造、販売している。トイガンを製造、販売している。正式名称は株式会社東京丸いで、東京都足立区綾瀬日本社が所在する。エアソフトガンメーカーとして日本国内最大手のメーカーである。 他には、プラモデルやラジコン、鉄道模型も取り扱っていた。工場は、埼玉県、茨城県、千葉県などに置く。日本国外へも輸出しており、YouTube や Twitter などにおいては、イニシャルを取って TM と省略されていることもある。Twitter では新製品の発売日の案内や、電動ガン等の製品の開発要望などを受けている。 丸いのエアソフトガンは命中精度と耐久性、コストパフォーマンスに加え、競技における実用性を追求した設計で知られている。モーターで駆動する電動ガンの分野では先駆的メーカーであり、広い商品層と技術を持っている。トップ企業としてユーザーの育成は自社の責任であると自負し、対象年齢10歳以上のエアソフトガンやさらに、 低年齢向けのカテゴリー開拓にも力を入れている。ガンとしての使い勝手が良い設計と幅広い価格帯はエアソフトガン市場における丸いのシェアを大きく広げることとなった。3発同時発射やコッキング式、ショットガンシリーズや24連射メカズムのガスリーボルバー、エアーコッキングボルトアクションライフル、VSR-10 など、 サバイバルゲームユースを念頭に置いた新カテゴリーの開拓も継続的に行っている。モデルアップにあたり、命中精度や耐久性を重視し、実中では存在しない構造を採用したりパーツの形をアレンジ、別パーツではなく、鋳造で再現している部分も多くある。元が玩具メーカーであるという性格から、遊戯銃としての使いがあってや、耐久性を優先し、 リアリティという側面では他者に劣ると言われることが一般的である。実中の究極の精密模型を胸とする KSC とは対極の設計思想であり、ユーザーによって製品が比較される機会も多い。一定価格の範囲内で性能と外観を追求するコッキングハンドガン。初期のシリーズの低下より1900円シリーズとも呼ばれる。シリーズ第一号は、 ルガー P08。これが、丸いのエアソフトガン分野における、諸助作とされることもあるが、実際には1900円シリーズ展開以前に、キット式、エアーリーボルバーや、鼓段式、ストライカーガンを発売していた。中期の製品からは定価を1980円とし、一体成型のスライドや、リアルサイズマガジンの採用、ショートリコイルの再現が行われた。 ハイグレード HG シリーズが追加されている。バリエーションとして、ステンレスメッキが施された、定価2600円のステンレスモデル、HG モデルにホップアップシステムを搭載し、塗装などの表面仕上げが施された、定価2900円のホップアップモデルが18歳以上用のみに存在する。10歳以上用モデルにはノーマル、 HG を問わずホップアップが搭載されるが、塗装やウェイトが省略されている。かつては黒い金属光沢を再現したブラックメタルモデルも存在した。シリーズは価格を基準にまとめられる。旧モデルのリニューアル版の M1911A1、コルトガバメントでは製造コストからシリーズ低下では発売できないほどになっているとのことで、旧型モデルの低下1900円。 1980円仕様がリニューアル版と並行して販売されている。2013年5月に10歳以上用モデルが2500円へ、18歳以上用ホップアップシステム搭載モデルが3500円へ、価格が改定されることがメーカー公式ホームページに掲載されたカタログを通して発表れた。 充電式電池と電気モーターによる自動連射を可能にしたエアソフトガン。1991年に発売された FA MOS から始まり、数年後には、それまでサバイバルゲームの主力だったフルオートガスガン変わるシェアを獲得した。対象年齢10歳以上のモデルとして、ミニ電動ガン、電動ブローバック、コンバットデルタ等、電動ガンボイスといったシリーズを展開している。 2007年12月20日には、ボルトのブローバック機構とリコイルショック発生機構、シュートリコイルエンジンを搭載した次世代電動ガン、AK-74MN が発売され、以後は次世代電動ガンが主力となっている。2011年には、ファクトリー純正モデルのカスタムガンとして、ハイサイクルシリーズの AK-47M4 が出された。 また防衛省に対して89式小銃型固定重症式の電動ガンを CQB 訓練用教材として納入している。これは実銃用と区別するため断層底板がオレンジ色となっているほかグリップやストックがアドショクとなっている。ガスガンの分野では1986年にスプリングの力でスライドが交代しガスの力で前進する。 ブローバックメカを搭載した S&WM59 を発売している。しかし当時のモデルガンの外観には遠く及ばず、形状面での不満が多かった。その後しばらくは固定スライドガスガンをシリーズ展開していたが、1994年に発売したデザートイーグルによりガスブローバックガンに再参入した。その後もバイオハザードシリーズとのタイアップ商品、オリジナルデザインの G26 アドバンスなどを展開している。ブローバック機構は谷おこばなどと同様の BB 弾発射後の負圧を利用してガスルートを変更するミドルシュート方式を採用している。内部動作的にはミドルシュートではあるが、可動部分の質量によりブローバックの始動が遅れるため外観上はプレシュート動作となっている。 1980年代まではプラモデルにも力を入れていた。このような手法は60年代後半のスパイ秘密兵器シリーズなどですでに行われており、0011、ナポレオンソロや007シリーズといった映画のスチール写真を模した肖像画などが使用されていい。スパイ秘密兵器シリーズはパッケージを当時の TV ドラマ、太陽に吠えろ、を模したものに変えて、 秘密警察シリーズとしても販売されている。このほか、帰ってきた、ウルトラマンの金型を転用した、科学レンジャー隊や、マイザーシリーズなどがある。こうした再販は、プラモデルの金型は、持っているだけで税金がかかることや、新象の更新といった面から、様々な模型会社で行われている。カーモデルも人気が高く、特に1、24。 カウンタックやフェラーリ 512BB、KP47 型スターレットの TS 仕様や、KPGC10 型スカイライン GT-R などが知られている。その他にも他社にはない個性的な改造車や SD にデフォルメされた車のプラモデルなどを販売していた。1990年代初頭に数点のカーモデルが再販されて以降、絶版となっている。 他に1980年代には、リモコンロボットやポリカーボネート製のボディのグループ C も、生産、販売していた。1985年頃から数年間、1、10サイズのラジコンバギーを、製造を販売していた。タミヤ、協場の製品と競合したが、競争の激化と、ブームが下火になったことにより撤退した。ラジコンバギーのミニチュアとして、タミヤのミニ4区が成功すると、 東京丸井も対抗商品として1、10バギーを小型化した1、32サイズの電動ディフォルメ4駆商品、ジュニアレーサー、ハイパージュニアレーサーを発売している。車種のモデルには、自社商品のサムライ等だけでなく、競争との提携により、オプティマなどもモデル化した。代表的な1、10ラジコンバギー。その後は、小型のラジコンカーにシフトし、1、 10サイズの製品は販売していない。1、24サイズのラジコンカー、RC クラブ、現在は販売終了を販売していた。パッケージには、漫画家の西風によるイラストを採用し、ランナップは、フィアットアバルト、アルピーヌ A110、公式ホームページにも掲載されていない。かなりの希少品、トヨタスポーツ800、モーリスミニクーパー、ホンダ S800 の古代を生産していた。 1-24スケールのラジコン戦車も販売しており、RC バトルタンクシリーズ第1弾の陸上自衛隊の90式戦車以降、ドイツのレオパルト 2A5、アメリカの M1A1A ブラムス、第2次大戦中のドイツ軍戦車、タイガー1もラインナップされる。超新地戦会、砲塔戦会、砲身の上下駆動といった戦車特有の動きを再現しているのに加え、 同社製品、ミニ連動ガンと同規格のエアソフトガンを包塔に内蔵し、操縦だけでなく、射撃も可能。90式戦車以降、コントローラのデザインが変更され速度調整が可能となっている。2017年現在、すべて生産中止。平成ゴジラのブーム時期に、歩行する怪獣のラジコンとして、RC 怪獣シリーズを販売していた。これは、 ガレージキットの原型紙による撮影用スーツ、着ぐるみを再現したリアルな外見の造形、作品中の動きを再現した稼働、映像からサンプリングした音声などを売りにした商品であり、ゴジラ、初代ゴジラ、VS、ビオランテ版ゴジラ、モスラ、対ゴジラ版用中の3種が発売され、昭和キングギドラも原型は完成していたが、こちらは未発売に終わった。 生産は終了している。第70回東京インターナショナルギフト賞秋2010で発表された、丸い初の電動スクーター。部品やバッテリーをすべて中国で生産することにより、最安のモデルで99,750円。余価と大手原動機付二輪車メーカーのヤマハの電動スクーターの半額以下で発売を開始。しかしわずか2年後の2012年。 収益の改善が困難と判断し、同事業から撤退を決定した。2010年より発売され、50分の充電で5分の飛行ができる赤外線コントロールのヘリコプター。ブランド名は SWIFT。耐久性が、よく主に室内での飛行がメインであり、操作性に優れている。赤外線操作であるので、プロポにアンテナ等はないが、 ラジコンヘリと遜色内操作が楽しめる。値段は6000円前後。2007年12月17日より発売している。今回の参入により日本国内では実質的に3番目の Z ゲージ販売メーカーになる。ブランド名はプロ Z である。第1弾となる商品ラインナップは e f 6 5 k 5 0 0番台と 20K、寝台客車。 山手線 E231K500 番台の7両基本セットと e f 6 5 k 5 0 0番台、カニ21、ナロネ21、ナシ20、ナハネフ23、ナハネ20、ナハネフ22、モハイ、e、E231、動力車、モハイ、e、E231、モーターなし、モハイ、e、E230、クハイ、e、E231、クハイ、e、E230、サハイ、e、E231、 カハ,ハイ230の各車両が単品で発売されている。車両をはじめとする各商品は現在各種イベントで試作品が公開されている。なお機関車以外の全車両に LED 常点灯方式の室内灯が標準装備される。この他にジオラマレールセット、コントローラーが単品で発売されている。さらに第2弾以降の製品も予定されている。 1980年代には一時期、リモコンロボットの模型を製造していた。また、実際に使用できる、乾電池駆動のハンドドリル、卓上ボール版、糸の小版、グラインダーのキットを販売している。1990年代には、空気水ロケットを発売したが短期間で撤退している。エアーライフルサブマシンガンシリーズは2018年現在、製造中止。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。